暖かな日差しにほっといたしますね。桜に変わって色とりどりのツツジの花がまちまちを明るく彩ってくれる季節になりました。庭のスズランやホオズキが今年も元気よく姿を見せています。お元気でいらっしゃいますか。和歌山玄三です。さあお待たせをいたしました。今週と来週2週にわたりまして、久しぶりの映画音楽リクエストスペシャルでございます。リスナーの皆様からお寄せいただきましたたくさんのリクエスト曲の中から今日は14曲を選ばせていただきました。 MDU バックグラウンドミュージック映画音楽リクエストスペシャルの1週目、今日お聴きいただきます曲はオペラ座の怪人序曲、炎のランナー、荒野の七人、男と女、川は呼んでる、クワイ川マーチ、第三の男、恋のナイトフィーバー、シングシングシング、エンターテイナー、遥かなる山の呼び声、墓場、我が心のジョージア、ひまわり。この番組は松本歯科大学の提供でお送りします。
大林信彦監督の転校生が封切られたのは1982年の今日4月17日でした。尾道の中学生斉藤和夫と転校生の少女斉藤和美の体がお寺の石段を転げ落した途端に入れ替わってしまいます。原作は山中久志の児童文学、俺があいつであいつが俺で、キーワードはあるはずのものがなくないはずのものがあるからだ。女になってしまった和夫と男になってしまった和美が互いにかばい励まし合ううちに、男とは何なのか女とは何なのかを理解していくというストーリーは多くの観客を魅了しました。物語の最後は体も心も元に戻って、今度は和夫がよその土地へ転校していきます。和夫の乗ったトラックに向かって和美は叫びます。さよなら私。そこに和夫の言葉も重なります。さよなら俺。異性への優しさと慈しむ心が思春期の切なさとオーバーラップした瞬間、この映画は一躍思春期ラブコメディの傑作となったのでした。 MDU バックグラウンドミュージック、松本歯科大学がお送りしています。
トム・ソーヤーの冒険の原作者ご存知マーク・トゥエイン、彼の青年時代の職歴にミシシッピ川を行く蒸気船の水先案内人というのがありましてね、マーク・トゥエインというペンネームは水夫たちの専門用語で水深2広、つまり水の深さ12フィートを意味しています。これは蒸気船が安全に航行できる水の深さなんですね。メートル法に換算すると3メートル66センチというちょっと面白いペンネームなわけなんです。 MDU バックグラウンドミュージック、松本歯科大学がお送りしています。時刻は12時23分です。ここで TBS ラジオ交通情報です。まず高速道路の情報です。東名は上り線が日本平パーキングエリア付近で工事のため5キロの渋滞です。通過には20分、下り線は江北パーキングエリアの先で1キロです。関越道は花園出口で上りが1キロ、下りが2キロ。千葉の京葉道路は上り線の千葉西料金所で1キロです。首都高速7号線の上り両国で若干滞っていますが大きな渋滞はありません。一般道神奈川県内海沿い134号線の上りが葉山から横須賀の林まで断続的ですが5キロの渋滞です。都内日比谷通りの外回り日比谷交差点手前事故で通りにくくなっています。
青梅街道は関町2丁目手前、事故のため上り線が2キロです。次は12時58分にお伝えします。関東地方、今日はこのまま晴れますが、夕方にかけて沿岸部では南の風が強いでしょう。明日も日中はいい天気になる見込みですが、気温は今日より低くなりそうです。バックグラウンドミュージック、東京赤坂 TBS 放送センター9階ラジオ第6スタジオからお届けしています。お相手は若山源三です。
歌う主題曲とともに大ヒットとなった少年映画の傑作スタンバイミー。登場した4人の少年たちの中で全く人気の出なかったのがデブのバーンことジェリー・オコンネル君でした。映画の公開から何年か経った頃、ああスタンバイミーのあのデブねとからかわれて一念発起、懸命に体を鍛えまして映画界に復帰。近年はカンガルージャックなど主演作もあります。ジェリー・オコンネル31歳、昔の面影はありませんが気に留めてやってください。 MDU バックグラウンドミュージック、松本歯科大学がお送りしています。Love is nature's way of giving a reason to be living, the golden crown that makes a man a king.
world stood still. Then your fingers touched my silent heart and taught it how to sing. Yes, true love of many splendor filled. Love, son of high and windy hill. In the morning mist, two lovers kissed, and the world stood still. Then your fingers touched my silent heart and taught it. Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia on my mind. I said, Georgia. Georgia, a song of you comes as sweet and clear as moonlight through the pines. Other arms reach out to me. Peaceful dreams I see, the road leads back to you. I said, Georgia, oh Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia on my mind. Other arms reach out to me. Other eyes smile tenderly. Still in peaceful dreams I see, the road leads back to you. Oh, 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 Georgia, Georgia, no peace I find, just an old Georgia on my mind. Georgia, I said just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
ていれば今週の土曜日4月23日に63歳の誕生日を迎えるはずだったのが、かつてハリウッドのアイドル女優だったサンドラ・ディ。金髪の美しいキュートな少女でジョニアファッションの売れっ子モデルから映画デビュー。映画音楽の大ヒットナンバー夏の日の恋で知られる避暑地の出来事で世界中の少年たちの心を虜にしましたが、人気絶頂の18歳の時マック・ザ・ナイフの人気歌手ボビー・ダーリンと結婚。以後9月になればタミーとドクターなどわずかな作品を残して徐々に芸能界から遠ざかりました。で、彼女が次に脚光を浴びたのは70年代の半ば、ミュージカルグリースの中に清純派の女の子をからかう私はサンドラ・ディという歌が登場したためでした。ボビー・ダーリンとは6年で破局、結婚はそれ1回だけ。今年の2月20日ボビー・ダーリンの生涯を描いた映画ビヨンド・ザ・シー夢見るように歌えばの日本での封切り直前に62歳の生涯を閉じました。MDU バックグラウンドミュージック、松本歯科大学がお送りしています。
心地よい音楽の流れは時の経つのを忘れさせてくれます。映画音楽リクエストスペシャルの1週目、今日はオペラ座の怪人序曲、炎のランナー、荒野の7人、男と女、川は呼んでる、クワイガワマーチ、第三の男、恋のナイトフィーバー、スイングスイングスイング、エンターテイナー、遥かなる山の呼び声、墓場、我が心のジョージア、ひまわり、以上大江田誠の選曲でお聴きいただきました。スクリプトは風浩二でした。 MDU バックグラウンドミュージック、この番組は松本歯科大学の提供でお送りしました。ではサンデープレゼントのお知らせです。今週はおなじみ新潟名酒クラブのご協力、日本酒でございます。今回は妙高市の君の井酒造からお届けいたします。北国街道沿いに栄えた宿場町として知られる妙高市は、降雪量が10メートルを超える豪雪地帯ですが、妙高山麓からの伏流水は名水として知られ、新潟産の美味しいお米と澄み切った空気に恵まれた仕込みには絶好の条件の中で酒造りを続けてきた君の井酒造。長期低温発酵させて作り上げる純米山灰仕込みは、創業以来160年以上続く伝統の技でございます。今週プレゼントいたしますのは、その伝統の技を使った越後の蔵秘伝純米吟醸山灰仕込み。しっかりとしたコクのある味わいは、唐揚げや中国料理などにもマッチするふっくらとした旨味のあるお酒でございます。そしてもう一本、純米吟醸越後田中屋大五郎、新潟産の酒造米500万石だけで作った純米吟醸でございまして、こちらは原酒タイプのため重厚ではありますが、膨らみのある味わいに仕上げています。常温でもまたオンザロックでも幅広くお楽しみいただけます。今週はこの2本をセットにして10名の皆様方にプレゼントいたします。はがきに住所、氏名、年齢、職業、電話番号をお書きになって、郵便番号 107-8066 TBS ラジオバックグラウンドミュージックサンデープレゼント、新潟のお酒の係へお申し込みください。21日木曜日の到着分まで有効です。当選の発表は来週日曜日のこの時間に行います。インターネットからのご応募も OK でございます。番組のホームページからお入りになってください。で、今週はスペシャルでございますので、いつものように今日お聴きいただいた14曲の中から、あなたのお気に入りの1曲の曲名を必ずお書きください。なお、君の石添へのお問い合わせなどは 0255-72-3136 0255-72-3136 までどうぞ。さて、映画音楽リクエストスペシャルの1週目、いかがでございましたでしょうか。今回からは映画の主題曲だけでなく、映画の中に挿入された曲も採用することにいたしまして、少しですが選曲の範囲が広がりました。今日の中ではスイング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 ガールズですね。我が心のジョージアはレイの中の挿入曲でございました。映画音楽リクエストスペシャルは来週も続きます。リクエストの最終締め切りは21日木曜日の到着分まで、心に残る映画音楽のリクエスト、あなたもぜひお寄せください。郵便番号 107-8066 TBS ラジオバックグラウンドミュージック映画音楽リクエストスペシャルの係でお待ちしております。インターネットからのリクエストも大歓迎です。来週24日の映画音楽リクエストスペシャルの2週目、あなたのご参加をお待ちしております。埼玉県桶川市の新井清さんからいただきましたおはがきです。46年前高校2年の時、ギターのレッスンに通い始め、その頃ラジオから流れることの多かった川は呼んでいるをよく練習しました。最近は楽譜もなくアンプもできていないので弾くことができませんが、非常に懐かしいいい曲です。1958年のフランス映画ですよね。当時全く無名だった主役のパスカル・オードレが実に新鮮なイメージで素敵でした。ギー・ベアールが作詞作曲したこの主題曲、オリジナルタイトルは川は生きている。TBS ラジオのポップスベスト10の年間ランキングでも58年の第2位という大ヒットでございまして、これオリジナルとともに中原美沙が歌った日本語のカバーバージョンも大ヒットしたものでございました。58年、昭和33年ですね。ロカビリーブームの年でありました。私が東京へ出てきて2年目でしたね。で、この川が呼んでいるが公開されたこの年の秋、TBS テレビで私初めてのアテレコの主役ローンレンジャーがスタートしたんです。
懐かしいですね。杉並区の忍智明さんからのこれはメールです。私は中学校で吹奏楽部の顧問を務めていまして、スイングガールズを映画館で見た時、うちの生徒もこのぐらい熱心になってもらえないものかとついつい比べてしまいました。今年の新入生に期待したいです。グロなぜってんですね。でもほら昔から言うじゃありませんか、なせばなる、なさねばならぬ、何事もならぬは人のなさぬなりけり。まあ当節どうも努力することがダサいと考える風潮が流行しているのは嘆かわしいことでございます。いつの時代でも人間努力を忘れちゃいけません。忍さん、吹奏楽部投げ出さないで頑張ってくださいよ。この後1時からは伊集院光の日曜日の秘密基地ロードトゥースーパーヒーローと続き、6時からは TBS ラジオお宝音源スペシャルをお送りします。この後も TBS ラジオでお楽しみください。来週は24日映画音楽リクエストスペシャル2週目でございます。どうぞお楽しみに。それではどちら様もお元気で、どうぞ良い1週間お過ごしください。日曜日のお昼にまたお会いします。和歌山源三でした。ごきげんよう。ご覧ください。 TBS ハウジングのホームページ、住宅展示場の詳しいご案内やイベント情報がいっぱいです。マイホームのためのワンポイントアドバイスをはじめ、住まいの豆知識からローンのことまで役立つ情報が満載。さらに得するダーツにチャレンジすればプレゼント獲得のチャンスもあります。アドレスは tbshousing.com tbshousing.com。会場へお出かけの際にもぜひ前もって TBS ハウジングのホームページを覗いてみてください。新しい明日へ TBS ハウジング。時刻は12時58分です。ここで TBS ラジオ交通情報です。東名は上り線の日本平パーキングエリア付近で工事のため5キロの渋滞です。中央道は稲インター出口で上下とも2キロ、関越道も花園の出口で上りが1キロ下りが2キロです。首都高この時間も大きな渋滞ありませんが、5号線の上り東池袋付近左車線に故障車があって流れが悪くなっています。一般道神奈川県内海沿い134号線の上りが茅ヶ崎の西浜で4キロと横須賀の林でも4キロ、埼玉では秩父の140号線上り線が黒谷で4キロ、下りは上野町が先頭で2キロ半の渋滞です。東京では五日市街道の上り関前5丁目で2キロです。次の交通情報は1時28分にお伝えします。店舗を貸したい売りたい、店舗を借りたい買いたい、そんなたい人いらっしゃい。日本ソフト店舗は横浜本社を中心に東京、千葉、埼玉、神奈川で展開。お問い合わせは 045-324-0455、 店舗専門仲介の日本ソフト店舗です。この後午後1時からの伊集院光日曜日の秘密基地に、あの大沢優里さんをお迎えします。UU ワイドは今年5000回、その人気の秘密や番組秘話などをたっぷりお伺いします。今日の伊集院光日曜日の秘密基地もどうぞお楽しみに。 TBS ラジオ954、伊東洋華堂から介護用品コーナー安心サポートショップでは、介護に役立つ品が勢揃い、全店に開設、ご相談も受けたまわります。一時です。